やまないね。何？どうした？ どうして？ え？ どうして？ 助けてくれるの？ 私のこと。 ねえ、知ってる？ 虫ってさ、 痛覚ないんだって。 痛いのわかんないの。 なんでだと思う？ すぐ死んじゃうからなんだって。寿命が短いと痛みを覚えても意味がない。たとえ覚えたとしても役に立たない。でも、君には生きる価値があるんだよ。 ずっと富田さんと話してみたかった。でも怖くて近づいたら消えちゃうんじゃないかって、いつもそうだったから。 今度はちゃんとずっと そばにいるよ。 私、 ずっとつむぎに会いたかった。 私も、 君に会いたかったよ。